おはようございます。今日もご質問にお答えしていきたいと思います。お名前、金欠男子学生さん、性別男性、タイトル自宅でできるボイストレーニング、内容、はじめまして、いつもブログを見させていただいてます。僕は歌うことが好きなのですが、あまり上手ではなく、もっと上手くなりたいと思っています。しかし今はボイトレ教室に通うためのお金や時間がなく、シャーペックさんのブログを見て自分なりに試行錯誤して頑張っています。息を吸う場所、支え、喉の脱力、開きなどの重要性がこのブログで理解できたのですが、自宅でできるトレーニングがあれば教えていただきたいです、というご質問です。僕は過去の動画でもお伝えしていますけども、僕自身は独学で勉強したことがそもそもないんですよ。高校2年生の時に歌手を志して、で僕はピアノをもともと習ってたんですけども、先生からもうすぐに歌の先生を紹介してもらって、そこからもう毎週レッスンに通っていたので、初心者の方が独学で勉強してから上手くなるのかっていう、そこがちょっと正直ありえないと思っていて、なのでもう僕は独学は基本的にはおすすめはしないんですけども、僕自身がその高校3年生から本格的に歌を始めて、どういう練習をしてたかっていうと、レッスンで教わったことの復習なんですよ。ここにいらっしゃる方々もたまにあるんですけども、家でどういう練習をしたらいいですかっていう質問をよくされるんですよ。でも家で練習することって、レッスンで習ったことの復習をすることしかできないんですよね。なんかこれだけずっとやってればいいみたいな、そういうことってなくて、レッスンで習ったことを復習して、次レッスンに行った時に先生に同じことを言わせないことっていうことがすごく重要で、そのために復習をしっかりしていくっていうことが重要だと思ってます。で、僕自身は呼吸とか支えっていうのを学んだの自体が歌始めて10年以上経ってからだったので、もともと支えなんていうことは全く知らなかったですし、呼吸もちゃんと教わってなかったので、まあでもそれでも歌は上手くなったんですよね。じゃあどういうふうに僕自身がそういう呼吸とか支えとか全く知らないで歌がどん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 上手くなっていったかって、曲の練習をしてたんですよ。基本的には発声練習もしてましたけども、発声練習はそこそこにですね、1日5分とか10分ぐらいしかしてなかったです。でもその発声練習っていうのも、歌をうまく歌うための発声練習というよりは、基本的にそのウォーミングアップ程度の声出しをしていただけで、その発声練習で歌の上達を図ろうとしたことはなかったです。なんかそれをやっても歌がうまくなるような気がしなかったんですよね。なので、基本的にはそのレッスンでいただいた曲をひたすら録音して、それを自分で聞いて、また録音して自分で聞いてっていう風にやりながら、その歌えない曲を歌えるようにしていくっていうことに全神経を費やしてました。なのでこれを見てる方々にも申し上げたいんですけども、僕いつも発声のことをこのチャンネルでお伝えしてるじゃないですか。呼吸のこととか支えのこととかハミングのこととか、このマスケラに声を入れるとかっていうのを言ってるんですけども、発声練習でそれをしてるだけじゃ歌は上手くならないんですよね。それを発声練習でできるようにするっていうことはもちろん大事なんですけども、それをできるようになった上で、その発声のままそれを曲に使えるようにならなかったら全く意味がないわけじゃないですか。なのでうちのレッスンでは発声練習をして、まずしっかり声を作って、その声のまま曲に活かせるようにしたいので、それに見合った曲を生徒さんに出してるんですよね。なのでそれはポップスの曲ではなくてクラシックの曲にはなるんですけども、クラシックといっても日本語の曲ですよね。日本人が書いた日本語の曲でそういう発声を作っていくようにしています。だってこの発声練習でああとかってやっても、実際曲で歌う時にああみたいな声で歌ってたら意味がないじゃないですか。なので発声練習でああってやったのであれば、そのままこの声のまま歌える曲を使って練習をしていかなきゃいけないんですよ。その上で歌えない曲を歌えるようにしていくっていうことが声を育てることだと思ってます。なので最終的に重要なのは、当たり前なんですけども、曲を歌えるようにしていくっていうことが重要です。歌えない曲を歌えるようにしていくっていうことが最終的には最も重要になるということです。なのでこの質問では、多分こういう呼吸をやった方がいいとか、こういう支えの練習を毎日した方がいいとか、こういう発声練習を毎日した方がいいとかっていう答えを望んでたんでしょうけども、それだけやってても意味がないということです。それはもちろん基礎としてできなきゃいけないんですけども、歌をうまく歌えるようにしていくためには、絶対その基礎練習で体得した体の使い方を曲に出せるようにしていかないと意味がないということです。呼吸のこと、支えのこと、それからここに声を入れること、そういう基礎的なことはもう一つ残らず全部しっかりマスターしなきゃいけないんですけども、それに関しては過去の動画にもたくさん載ってるので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。はい、今日も参考にしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。